5歳から、岡崎雄二先生のアトリエに通い始めて、10歳で、見る人が楽しくなるような現代の装飾ですね、飾る絵ですねになりたいと思ったのが、まあ、画家になるきっかけでした。しまなみ海道を愛する、まあ、私としてはですね、この30年近く、5つの島で、教室を持ちまして、まあ小学生を中心にして2歳から90歳まで、関わらせていただきましたが、その中で、中学生、美術クラブの、子どもたち生徒ですね、私と、3つの、30メートルの壁画を制作したことがとても本当に楽しかったことです。2010年に、パリのモンマルトルで個展ができまして、それでまあパリの芸術家たち、全世界から集まってる、まあたくさんの方たちとお友達になることが、まあ、できまして、それで彼らは、日本に行ってみたいし、日本で、まあ、自分たちの作品を発表したいというね、声も多かったんですね。で、まあ、私も頼まれてきまして、でそれを現実にどうすればいいのかを今考えて、で、それに向けてもう一生懸命、まあ活動を開始しているところなんですけれども、まあ私にとってまあ大好きな因島、そして大好きなまあ因島市民会館っていう場所で、まあ国際的な文化のこう発祥の場として、まあフランスの芸術家たち、画家、音楽家、まあ本当に、まあ、死ぬ思いで頑張ってる友人たちと共に、まあ、因島を国際的な文化の発祥の場にできればいいかなと思ってるとこです。